から井川です。縦に入れる、ワンタッチ入れて、さあこちらになる、ホイッスルはないぞ、左足。はいどうも皆さん、お久しぶりです。今やっと1年のリハビリを得て復帰して試合に出てます。今週も土曜日に試合があるんで、ぜひ僕の本気の生き様を最後まで見てください。それではレッツゴー。今日は痛い、足の裏が痛い。今日はちょっと仕事を休んで病院に行きます。足の裏の足底筋膜炎っていうやつと膝がちょっと痛くてですね。もし好評じゃなかったらもう ブルーベリーチーズケーキ。最近ね、すごく疲れるんだよね。まあ、膝下がうわーってなって、うわー、感じで頑張ります。そばつゆの水なんだけど、常温の水しかないから、先に冷凍庫に入れて冷やしとく。あのつゆはキンキンの水がいいから。いただきます。それでは早速始めていきましょう。はい、お願いします。まず、はい、ということで頑張んなきゃ、仕事もよっしゃ、水曜日カモン。今僕はお風呂に入ってきて、今 YouTube 更新しました。8時だね、30分前にコメントが届いてて、マジで嬉しいです。マジで力になります。応援してくださる方のためにも結果に応えないといけないです。それはもう自分のためだけやるぞ。頑張って頑張って、おはようございます。一応9月12日に日曜日に FP の試験があって、申し込みも完了します。朝の時間を活用して勉強していこうと思います。いただきます。はい、練習いきます。はい、ただいま。プロテイン飲むか。今日はミルクティー。うんま。幸せ。このね、すだちを買ったんだよね。うん。ツインク。よっしゃ、頑張ろう。はい、練習終わりました。明日試合があるんですけど、メンバーは入りました。自分の思いをぶつけます。まあ自分はうおーってやってプレッシャーがうまくいくんで、なんか冷静に冷静にいなそうとかじゃなくて、うおーってやった方がこう気持ちも入っていいプレーできるんで、魂込めてやっていきます。明日のサッカー人生終わっても悔いのないように全力でやります。よっしゃ。
はい、ということでね、今は9時16分で、今から携帯もシャットアウトして集中してストレッチします。リラックスして、もう邪念とかを全て取っ払ってストレッチして、明日の試合に向けて準備します。はい、3時キックオフやるよ。俺は明日でゴール決めて、またゴール決めた動画出すから、それを楽しみにしてください。ってことで、から井川です。縦に出る、ワンタッチ入れて、さあこちらになる、ホイッスルはないぞ。左足浮かせてきた、どうだ、オンテイクは決まりました。3点目、石塚流星、デビューからスタメン3戦目にして見事今シーズン初ゴールを決めました。中に入ってくる、低いボールを入れていって、合わせていった、これも決まったか。帰ってその時はスピード上げてとか、はい、体を入れた中でこう相手を倒してという自然倒れる状況になったんです。人生こっからよ、人生こっからよ。